この回の先頭バッターの河合がファーストゴロに倒れましてワンアウト。レフトピッチングです。6回西岡にツーベースを打たれました。あっとライトへの球が伸びていくがどうだ。今中の5回までのピッチングというのは素晴らしかったですね。あらもう手も足も出なかったですもん ね、 ねこれ全部芯で捉えられてるんですよね。あなるほどね。だから今もう必死の姿勢というのがありありと見えましたね。そうですね、それと、まあ、エンジン組み終わってから、はい、確かに鈴木さんね、はい、今中は非常にコントロールがこのところいいですよね、ストライクをどん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 取れると思うんですよチームでね。なるほどね。バッターボックスは原トゥートゥーから詰まりました。立浪一塁アウトです。まあおそらくそうねジャイアンツね。そうでしょうね、はい、ジャイアンツの残りゲームはおそらくその5試合が終わった時点で大谷さんちょっと目処がつくんじゃないですかね。そうですね、まあ、だからいつ負けられんだろうっていうような感じなんですよね。あなるほどね。会場の今中その河合をトゥーナッシングと追い込んでます。これが3球目です。マウンド上の今中ジャイアンツの方は2番からの高打順2エンド1当てました。読むことができますかどうか2ワン右方向です。ワンアウト。ワンアウトランナーが一塁。な感じでしょうね。そうですね。3打数で今日ヒットがありません。これは打ち上げてしまいました。ライトフライです。これで2アウト。今日はヒットがありません。とにかく9月に入りました。中バッターは駒田。ショートゴロだ。ショート取る。自らベースを入る。これで試合終了。